よし。はい、どうも皆さん、こんばんは、カズマックスです。今日のサブチャンネルはですね、だいぶ久しぶりですよね。もう半月以上、まあ更新してなかったサブチャンですけど、まあ最近ちょっと仕事の方がね、忙しくて、なかなかちょっと撮る時間も撮れなくて、まあ今たまたまね、撮影後に時間が空いたんでちょっと撮ろうかなと思ったんですけど、今日のネタなんだっけな。そうそう、これ。これね、前に僕がご紹介した、どこだったかな、会社忘れちゃったけど、アロマディフューザー、Amazon で買ったね、ちょっと安めの、でもそれでもよくね、機能が良かったアロマディフューザーなんですけど、こちらがね、ちょっと壊れてしまいまして、なんかね、蒸気が、ミストが昇らないと。すごくね、蒸気を強くすると高く昇って、部屋全体にアロマと、蒸気を回してくれるいいねディフューザーだったんですけど、これがですねちょっと調子が悪くなって、もうこの辺でね蒸気が溜まるようになっちゃったんですよ。なかなかこう上に上がってくれないと、で水も減らないということで、ちょっとねなかなかこれは厳しいなと思って、買い替えをしました。はい、すごくねでかいですよ。はい、こちらじゃじゃーん。すごく元気にねミストを放出していますけど、はい、まあ冬だしね、ちょっと蒸気欲しいなと思って、さすがに買い替えようと思ってね、まあ3000円くらいの、アロマディフューザー兼、まあ加湿器かなを買いました。まあほんとこれだいぶ前のと違ってね、もうほんと本気度出てますけど、うん、まあこれからちょっとね、僕 YouTuber ですから声も使うし、喉あんまり強くないんで、ちょっとね、買っちゃいました。これね非常にいいです。まだ使い始めて、数日ですけど、うん、蒸気すごいし、あと光もね、ランプもいろいろ変わってくれて面白いし、でこれアロマもね入れられるんですよ。うん、すごくねいい香りがして、すごくいいです。まあそんだけなんだけどね、まあやっぱ冬ってさ、ほんと喉乾燥するから、僕風邪も引いたんだけど、ちょっとねこれが欲しいなと。うん、いいよね、なかなかね、うん、綺麗だし可愛いし、いいと思いました。皆さん、冬ってさ、どうしてますか？僕、本当今までね、こういう加湿器とか、実家にあったのをずっと使っていたんで、うん、あんまりあれだったんですけど、いや最近ですね、本当恩恵を感じていて、やっぱね、あると違うわ、すごくいいよ。まあやっぱね、楽しくコーヒー YouTube 撮って、動画をね、配信するためにはこういうのも必要かなと思って、まあ、設備投資です。いや本当すごくいいねやつなんで、ぜひ皆さんももしよろしければ、まだ持ってない方とか、ね、いらっしゃったらぜひぜひおすすめです。一応下にリンク貼っておきます。うん、で今週の生放送なんですけど、ちょっとね日曜日ができなさそうなので、多分土曜、いや無理だな、月曜日になると思います。ぜひぜひ、あとそうだ、生放送中にもね言いましたけど、サブチャンでも一応言っておきます。美女コーヒーさんと僕、コラボレーションキャンペーンをさせていただいていて、とりあえず、生放送中から、翌日までですねの間に、美女コーヒーさんの方で、豆を注文していただくと、でその時に、カズマックス経由ですよって言っていただくと、豆がおまけ豆がつきます。いや、ほんとね、たくさんのね、ご注文いただいていて、一応 Facebook とか LINE アットとか Twitter の方でも拡散をさせていただいてるんですけど、ほんと、たくさんのね、ご注文が、殺到してるらしく、ほんと嬉しい限りです。ぜひですね、皆さんも、僕の一番おすすめな豆なんで、まあ、多分いずれ、メインチャンネルでも大々的に言うことがあると思いますが、ぜひね、ぜひぜひ、ミジコーヒーさんの豆飲んでみてください。ほんとこれ今ね、ちょうど飲んでるんですけど、ほんとうまいんですよ。うまい。はい、というわけで今日のカズマックスのサブチャンネルでございました。いやー、ちょっとね次の更新がいつになるかちょっとわかんないんですけど、とりあえず12月くらいかな、11月はちょっと忙しいから、またまあぼちぼち様子を見て、空いてる時に余裕がある時にね、更新していきたいと思っております。はい、というわけで、ちなみにですね、チャンネル登録者2400人突破ありがとうございます。すごく嬉しいです。はい、というわけでまた次回お会いしましょう。じゃあね。